カプセルホテルは日本で見られる簡易ベッドを備えたカプセル状の寝室を提供する宿泊施設である。旅館業法ではホテル営業ではなく簡易宿所営業にあたる。ビジネスホテルと同様に都市の繁華街に多く立地している。カプセルホテル単独の施設のほかサウナ店に併設されるケースも多い。1979年 ニュージャパン観光が大阪府大阪市梅田に初のカプセルホテルとなるカプセルホテルイン大阪を開業した。カプセルホテルを発案したのは大阪でサウナなどの経営に携わっていた中野幸夫と家具メーカーのことぶきの社員であった福西敏文である。また、設計は建築家の黒川紀章が担当したが、これは 大阪万博でカプセル住宅を展示していたことからオファーを受けたものである。なお、実際の製品化は、ことぶきが言った。一般にビジネスホテルに比べて安価であるが、快適に滞在、就寝できるように設備を充実させた、高級なカプセルホテルや、同じ施設内で、広さなどにより、グレード、料金が異なる複数のタイプの寝室を設けた。 カプセルホテルが増えている。ベッド以外にテーブルが置かれているカプセルホテルもある。こうした高級カプセルホテルでは安めのビジネスホテルと同レベルの料金となっている例も多い。また、女性限定のカプセルホテルもある。カプセルホテル内のカプセル大部屋の中に2段に積まれたカプセル状の簡易ベッドが設置されており、利用者はこのカプセル内に入って就寝する。 カプセル中には、寝具の他に照明灯、換気扇、目覚まし時計、ラジオ、小型テレビなどを備えている。これらが寝たまま操作できる、よう、機能的に配置されている。出入り口は、部屋の短辺側にある縦型と、長辺側にある横型が存在し、外部とは、ブラインドやカーテンで仕切れるようになっている。ただし、遮音性は全くないため、 通路を歩く足音や他のカプセル内での目覚まし時計のアラーム、利用者のいびきなどについての懸念がある。また、客室に相当するカプセルは、法律上では家具扱いとなるため、施錠はできない。別に鍵のかかるロッカーが用意されている。基本的に定員は1名で、未成年者の宿泊には保護者の同意書を求める場合がある。共用の洗面室、トイレ。 大浴場、シャワーブルースなどを利用する。サウナ店などに併設されている場合は24時間、入浴が可能な施設も多い。また、施設内に設けられているレストランやマッサージも24時間、利用できるなどといった場合もある。ビジネスホテルに比べて、利用価格が安価なので、会社員や、個人旅行の若い学生、社会人が、経費、 旅費の節約を目的として利用することが多い。また、予約なしでの飛び込み利用ができるので、終電や深夜バスなどの交通機関の最終便を乗り、逃してしまった際、自宅までの距離によってはタクシーで帰宅するよりも、カプセルホテルに宿泊した方が安価であるため、利用する客も多い。ビジネスホテルが満室のため、やむを得ず利用する場合もある。ただし、人気のある。 カプセルホテルをはじめとして、夏休みといった旅行シーズンや周辺で大規模なイベントがある際には満室になりやすく、自らのホームページや旅行代理店での事前予約を進めている場合も多い。日本の大都市の地下や治安事情などから生まれたが、日本国外にはこのような形状のホテルが存在しない地域が多いため、主に欧米の観光客が、 体験的に宿泊するケースもある。もっとも、海外でもクアラルンプール国際空港の LCC ターミナルなど、低価格の宿泊施設としてこの形態の宿泊施設が増えつつある。日本文化に着想を得て、事業を展開するイギリスのオヨ・カンパニーも、カプセルホテルを参考に、ヨーテルという中から低価格ホテルの展開を進めている。 長らく男性用というイメージが強かったが、2012年時点では、女性の宿泊に対応した施設も見られるようになってきた。また、施設によっては、カプセルと通常の個室の両方を備えるところもある、ほか、二段カプセルの他に、天井や床面積を広く取り、机や椅子を設けたパーティションを備えた一段型の、 キャビンタイプと呼ばれる設備を持つカプセルホテルも増えている。サービス面や収容力の違いから、キャビンタイプの宿泊料金は2段カプセルホテルとビジネスホテルの中間程度の価格帯に設定されていることが通常である。日本近海を航行するフェリーでも2010年代に入り、カプセルホテル同様の寝台を持つ船が増えている。フェリーの場合は、 プライベート性への配慮に加え、好転時に上段への出入りを安全に行うため、上段と下段の出入り口を互い違いにし、上段へは階段で出入りする船が多い。運航中2021年1月現在。過去東京都中央区は、地元商店街に街の風格や景観保持の面から敬遠する声も強いことを反映し、銀座地区で、 カプセルホテルをはじめとする割安な宿泊施設の新規開業を規制し、地区計画を2017年7月にも変更して、宿泊客数に応じた面積に区独自の基準を設ける方針を明かした。銀座1丁目から8丁目だけに適用する例外措置として地区計画を変更することが明らかになった。9月以降には関連する条例の改正も予定する方針である。 これとは別に、中央区は宿泊施設のロビーについても、規制を設ける。定員一人につき0.4平方メートルの確保を、義務付ける。施設の総定員が100人のホテルの場合、ロビーの広さを40平方メートル確保する必要がある。それに加え、ロビーは1階で道路に面していなければならない。客室をなるべく多く設けようとロビーをあまり作らない。 レンタルルームやラブホテルなどの業態の新規開業を実質的に規制する狙いである。ありがとうございます。